春の全国火災予防運動を前に、家庭で火の用心を呼びかける火災予防ステッカーの贈呈式が今朝佐賀市で行われました。贈呈式では JA 共済連佐賀の森和弘本部長から佐賀広域消防局の片淵義隆局長にステッカーが手渡されました。このステッカーは3月1日から始まる春の全国火災予防運動を前に県民の防火意識を高めようと毎年贈られていて、今年で30回目になります。今年はおよそ33万4千枚が製作され、この後自治体を通じて県内すべての世帯に配布されます。さあ、広域消防局管内でも毎年やはり100件を超える火災がある、そしてお亡くなりになる方もいらっしゃるということでありますので、一件でも少なくそんな火災が減れてればというふうに思ってますので。消防によりますと、去年県内で発生した火災件数は331件で、おととしと比べて72件増加したということです。